하루40분하려고와봐좀꺼내러진짜그거좀더붙들어가너무좋네요やっぱりサイズとかそういう大きさ感もやっぱり馬場さん気に入ってたところにあるんじゃないですか。高木さん、高木さん急に大きい選手って別に田上さん別に一緒にどっか行ったって話聞かないですもんね。いやハワイ行った時あの使ってもらったりしてるよ。あ、田上さんはね、うん、はい、でもどっか巡業に行ったことはないですもんね。そう、試合は向こうでしてないんですか。あ、ないでしょ、うん。まあ、田上さんはなんかゴルフ仲間ってイメージありますよね、馬場さんが。あ、日本ではね、うん、ゴルフへ付け入ればよかったんだけど、はい、しなかったでしょ。高木さんゴルフできなかったんですか。それもしなかったでしょ、はい、だけど、原さん、はい、文治さんですか、うん、と明日ゴルフ行くから、はい、お前ちょっとキャディーで来いと、はい、行ったんだけど、はい、運転できるかって言うか、いやこんなのカードぐらい大丈夫でしょって思ってるから、はい、行って、はい、ザーって行ったら中入れるから中も行けみたいな感じで、はい、ガーって山があってさ、はい、左でしょ、バカがこっちだから、はいはい、ガーって本当ぶっ倒れるかと思ったんだけど、バカがおーおーおお前もう運転せんでいいって言われてカートは別に倒れはしなかったんです倒れる寸前だよ、こんなになっておいってなってたおいおいおいってなってお前はもうその運転せんでいいとで原さんからして、はい、ところでお前何しに来たんやんってああ本当に僕なもんじゃないよいい思い出ばっかりじゃないですか、うん、フレーって言われて、はい、ゴルフですか、ちょっと球こうやって、はい、やってみって言われて、はい、長いんだって。あ、馬場さんのドライバー、それ、はい、特徴ですね。長いですね。まあこれ長くないですかって俺が作ったねって言って振ってみって、はい、パンって当たったわけよ、はい、で真っすぐ飛んだんだって、はい、とりあえず、はい、やったことあるんだろうって、はい、いやないですって、なくてこんなあの真っすぐ飛べていないよって言われて、はい、ちょっとゴルフ覚えた方がいいよって。いや覚えな、それから覚えるようになったわけじゃないけど、はい、で遠征行きませんでしたっけ。アメリカ行ったじゃない。行きましたね。俺高木さんの席隣だったんだよね。あ、そうだったんですか。国際線で、あれ窓際に動きやれって。俺だって2席だったじゃん。高木さん2席でしょ。俺その横だったんじゃなかったし。ん、俺その横だった。なんかわかんないけどフィラデルフィア行ったっすよね。もうなんかぐるっと行ったよね。あれな、行った行きましたね。ロッキーの、そう行った。あそこ上上がったじゃない、ロッキーがわーって上がったところへ、はい、なんだここって感じだけどあの図書館みたいなとこね、美術館みたいなとこ、階段、あそこ行く、したことないさ。いやでもあそこ行くと、いやいや、だからみんなそうじゃない、どこ行ったって。そうなんですけどねえ、いや感動するとこ、まあ、東京タワーもそうだし、はい、札幌の何だよ、時計台、はい、なんだこれっていや、ほんとがっかりするとこばっかりなのよいや、ちょっと名所、旧所なんだこれみたいなのばっかりだよいや、ちょっといいですか、うん、でも僕はロッキーのあの美術館の階段は、うん、感動したの向こう行ってあのスタローンの足跡があったら知りません。あったあったあった、ね、うん、ロッキーバルボアって書いてある、うん、ここに立ってたんだよっていう。ロッキーバルボアってお前スタローンだろこの野郎ってねいやでもあそこで感動したのは、感動っていうか自分もあここ取ったとこにいるんだと思いましたけど、観光客とかいろんな人が絶対あの階段走って上がってなかったっけ。いろんな子供とか、あ、そう、みんな走って上がってました。俺も走って上がったと思うんですけど。見越えちゃったの。高木さん走んなかったんですよ。走らないよな、でも。腹減るだけの話。腹減るだけ。いや、それで振り向くと、走って振り向くとフィラデルフィアの街が見えるんですよ、確かに。汚い街ね。汚い街。いや、でも、
お世辞ではないけど本当にね、あの地下鉄が上走ってるとかその下とか怖いですよね。うん、ちょっと怖いな。あ、そうなんです。フィラデルフィア。フィラデルフィアはちょっとホノルルってわけにはいかないよ。テキサスも行ったっすね。行ったね。テキサス行きましたよ。あのなんかほら、歴代大統領が行くメキシカンの店行ったでしょ。あ、ホテルの前の。あそこだけだったね、よかったの。メキシカン料理は行きました。いやいや本当ね、歴代大統領が行くあの、ホテルからちょっと歩いて行ったと思うんで、そう遠くなかったんですけど、確かそのメキシカンレストランが、あそこ美味しかったっすね。タコスとか、はい、あそこ一番良かったよ。あとはもう何、毎日中華。ああ、フィラデルフィアも中華ですよ。 ROH の人たちが中華ご馳走してくれて、だ馬場さんはね、本当にアメリカ行ってハワイとかとかいろいろこうさ、はい、夢見せてくれたけど、ああ、普段食べれないものとか。武藤社長はやっぱりこの現実をまざまざと見せてくれたよね。現実を。あの今のアメリカの、あ、アメリカの現実です。その何、まあまあ確かにテキサスの会場もね、ひどかったね、まあ、最初のあのリング、はい、もう何かにこのなんか藁が引いちゃうようなさ。あ、テキサスそうでしたけどね。テキサスも2カ所ぐらい行ったっすよね。あんなとこで試合するかな普通。僕あのテキサスのトイレ入ったんですよ、うん、台だったんですよね、うん、でまあ中入ったら後ろ向いて座るじゃないですか、うん、だから扉が前になるでしょ日本でもと、うん、振り向いてたら扉ないんですよ、うん、へ、前普通に人歩いてるの。扉がないんですか、うん、そこでこう用足して用足してる時はこう人が通ったりしょえーみたいな感じ。拭いてる時恥ずかしいよ本当に。いない間に拭こうかなとか。いや大体ホテルでクソしてこいよ。いや会場にしたくなったんですよ。でもテキサスね、ちょっと田舎のね、学校のような体育館だったんですよ。分かんないけど。いや、そう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 。それでね、あのホノルルだってそうでしょ、これぐらい空いてるでしょ。まあそうですね、扉が危ないから密室がないんですよ、アメリカって、うん、で田舎だから余計に扉もともとないんだ。へえ、まあ、じゃ横の仕切りはあるよ、ここら辺まで、まあ、こうやってやって、ここ踏まえの前普通に親子が歩いてた。で恥ずかしかったよ、これからみたいな感じで。いや見てないから。まあ、向こうの人はそれが普通だと思ってます、ね、まあ、それ当たり前だから。そうです。君君のところだってこう逃げれるぐらい空いてるんでしょ。いや、ハワイのところはそうですよね、うん、ちゃんと下に潜り込みは入れるようなスペース。逃げたことある。いや逃げたことないですよ。そんな襲われたこととかないの。ハワイはハワイに4年も住んでたんですよ、うん、あ、そうですね、留学で住んでた時は、ね、生意気ですね本当に。ハワイは比較的まあ治安がいいとこだったんで全然。やっぱり世界の名称とかそういうとこはどこ行ってもダメだよ。ダイヤモンドヘッド、ダイヤモンドヘッドってあれなのかよって、はい、何がダイヤモンドよ。逆に感動したとこ本当ないですか。ないね。ないねって。だから鈍いんだろうな高木さん自体。鈍いというそのあれがないんだよ、感動がね、あまり。でも巡業全部もう日本全国行ってるじゃないですか。うん、まあ、で例えばお城とか、はい、行く気しないもん。まあ俺は忙しいんで行かないですけどね。大体行けないよね、行く時間ないですよ、ね、着いたら、まあ、ホテル入って飯食うとかなんかして、うん、もう4時には会場ですもん、ね、会場でしょ。で終わったらもう9時10時じゃない、洗濯して。名物も食えねえしね、なかなか。ああ、もうそういう名物の店閉まってますからね、うん、8時ぐらいにはね。これ大体夜食べるとしたら焼肉かラーメンか、うんうん、で休みの日は、はい、城見に行こうとかさ、はい、藤波さんとか行ってたね、好きで。あ、藤波さんとか行ってたみたいですね。
休む日は休むよって城なんか見てる場合じゃねえやと思ったじゃあ休みの日は大体もうホテルで寝てるよね。いや何も感動しないですか。いや感動するものもあるけど、はい、じゃあ例えばほとんどは感動したのは何ですか。じゃあえ何だろう感動したの。黒部ダムはびっくりしたよ。あ黒部ダム、うん、見たんですか。ブワー出てくるのね、はい、やっぱこれは大変だったんだろうなと。あ作るのやっぱしあの建物、はい、どアメリカだいろいろ見たけど、はい、日本の建造物には勝てないって、その綺麗さとか、うん、だからそういう体を目指したらパパさんにこれノルサウルプレスはね、ドクトル・ワグナージュニアがノルサウルとアタックをやったじゃん。親父が話を持ってきてくるんだよな。先生とは話してみたいね。いや先生本当に近くにいたんですか。はい、こんにちは。あ、先生久しぶりです。見事になんかこうすごい表現してくれて。